皆さんこんにちは、パパでございます。私も動物の森を始めましたので、ちょっとまだ作りかけなんですけれども、ざっくりと島をご紹介したいと思います。とりあえず今はですね、島クリエイターモードが開放されまして、毎日ザクザクと島を削っているわけなんですけれども、まず自分の自宅がですね、一番上の高いところに、こんな感じで作っておりまして、ちょっとこの辺空いてますが、で、その下の段に、住人の家がここに2軒、ですね。和風の柵で囲、和風の壁で囲ってあります。またこちら側にも住人の家が2軒柵で囲ってあります。そうですね。まずこう和風の島を目指して作り始めたんですけれども、こんな感じですね。竹が。家族からもらった竹なんですけれども、こういったものを並べてみたり、下の段にもお家、和風の壁ですね。で、囲んだ2軒。それと、この下に2軒。ここちょっと壁が足りない状態ですね。で、こちら広場を抜けますと、商店が並んでおります。で、その下に2軒ですね。こちらもちょっと壁がないんですけれども、お家を並べてみました。と地図で言うと大体ですね、こんな状態になっております。地図全体で見ると左下の方に家がまとまっている形ですね。で、ここの住宅街をすべて和風の柵、和風の壁で囲んで、和風の町、住宅街を目指すわけなんですけれども、ちょっと和風限定にしてしまうとかなり、なんていうか縛りがきつい。その自分で作りたいものが置けなくなってしまうので、ちょっと始めたばっかりなんですけれども、すべて和風にしなくてもいいんじゃないかななんていう気も、してきております。例えばこの辺ですね。とりあえず上の方、北の方っていうんですか、の家はもう囲み終わったので、あれはあのまま残しておこうと思うんですけれども、全部を和風の柵で囲わなくてもですね、いいんじゃないかと。違うテイストといいますか、の柵や壁があっても、変化があって楽しいかななんて思っております。なので、そうですね、この辺の家とか、あと、こちらの家、この辺ですね、は、ちょっとまた違った形にしたいと思いまして、例えば、石の壁ですかね、石壁。こちらをですね、ちょっとバラ、花が咲いてますね。ちょっとどかします。花をどかしまして、石壁を、例えば、並べていきまして、風船が飛んでる。まあいいか。やっぱ取ろう。よいしょ、あれ？よいしょ。結構この作業はかなり地味なんですけれども、間違えた。あれ？なんか貼ってある。はい。
というわけで、ちょっと、低めの、なんかちょっとずれてるな。まあいいか。低めの石壁で囲んだので、まあちょっと、なんて言いますか、沖縄の家みたいな感じですかね。になっております。ちょっと道がずれてるんで直しますね。こんな感じかな？2個。うん。間違えた。なんかちょっとずれてますね。で、沖縄、そうですね、沖縄のイメージで作ってみたいと思うので、間違えた、間違えた。ちょっとすいません。例えばですね、こんな感じで、この辺に、そうです、シーサーを、石獅子ですね。石獅子を飾って、はい、これで沖縄感アップですかね。ちょっと、何メリアス。はいはい。はい、リアクション覚えました。はい、で続きいきます。はい、でここに石獅子を2体飾ってシーサーみたいな感じになりますので、これで沖縄感アップですね。石獅子ありますね。よし、これを飾って奥まで、こちらも石獅子を飾って、はい、これでいかがですかね。こんな感じですね。あとこれ家と家の間も石壁ですかね。よいしょ。よいしょ。やばい、取れない、取れない。で、巣箱はあった。こんな感じでどうですかね。沖縄っぽい感じになってきたかなと。あと南国感出すには、そうですね、ここら辺低木とか、あと例えばヤシの実、これを使ってですね、ヤシの実っていうかヤシの木の方が早いかもしれない。ちょっと待ってくださいね。ヤシの木を移設します。ヤシの実を食べて、これを引っこ抜きます。この辺ちょっと砂浜広いのでね、後でキャンプ場を持ってこようかなと思ってます。間違えた。で、これらのヤシの木を、いいですね。はい、この辺に試しに移設してみましょう。確かこの砂の道を敷けば植えられたはずなんですけれども、どうですかね。例えばこの辺に植え、もう一個横かな、この辺に、
ああ、シーサー隠れちゃうな。ちょっとヤシの木大きすぎるかな、この辺。低木でいいかもしれない。そうですね、いまいちだったかな。まあいいか、ちょっともう一本せっかくなんで。じゃあもう一個、よいしょ。でこっちは2個開けたんで、こっちも2個開けて、この辺に、まあ南国な感じですかね。であとはそうですね、ちょっと石壁だけでは寂しいというんであれば、例えばこの辺部分的に他の柵に変えてしまうとかですかね。例えばそうですね、特に持ってきてはないですかね。あ、これいけるかな。あ、例えばオリエンタルの柵なんかどうですかね。あ、いいかもしんない。オリエンタルの柵でこの辺部分的に置き換えてみると、もしかすると、あー、なんか沖縄感が出てきたような気がする。ちょっと開いちゃうな。よいしょ。あー、開くんだ。どうしようもないか。まあいいか。例えばそうですね、こういうふうに部分的に柵を変えることによってですね、よいしょ、ちょっと異国風な感じになるかなと思います。あ、これもしかすると柵こうでもいいのかな。まあいいか。まあという感じで、まあランダムにちょっとオリエンタルの柵を入れてみて、こっちも同じように入れますかね。ちょっと見えないかな。まあこんな感じですかね。はい、じゃあこんな感じでここの2軒は、まあ、沖縄風の住宅になりました。ちょっと上行くとですね、こっちに和風の柵で囲んだ家があるんですけれども、まあ日本、同じ日本なので、その景観を損ねることはないんじゃないかと思います。こちらも同じようにですね、その石壁で囲んで、やはりさっき作ったみたいな感じの、まあ、沖縄風住宅に仕上げていきたいと思います。ちょっと柵あるかな。和風の、足りるかな。よいしょ。よいしょ。この辺はオリエンタルにしますね。角にならない。もう一個。よいしょ。
はい、であとここにシーサーじゃなくて石獅子を、並べれば完成です。どれだ、これだ、あれ1個足りない。どっかに余ってないかな。ちょっと1個足りないんですけれども、まあここは後で作るとしまして、こんな感じでですね、こちらの2件も沖縄風の作りにすることができました。この後ろが和風の柵で囲んだ和風の家、住宅になっておりますが、特に違和感はないですかね。でこちら広場はまだ何も手つかずの状態でして、まあなんか適当に花が植わってる状態なんですけれども、今後この辺を少しいじっていこうかなと思います。またですね、この先の方、地図でいうところのこの右側の方なんですけれども、この辺は全くの手つかずの状態でして、こういうふうに原木が、お金もなっていますけども、原木じゃなくて果樹が生い茂った状態になっております。この辺もゆくゆくはですね、農地に変えてみたりとかいろいろやってみたいと思いますので、その際にはまた動画にしてご紹介したいと思います。それでは、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。